食味も良く、イカの王様と言われる人気のターゲット、アオリイカ。春は漁獲を釣るチャンスが高い、釣り人が心躍る季節だ。あ、これいいサイズですよ。おー、いいサイズ。どんどん行きますよ。アオリイカを沖から狙うティップエギングは、エギと呼ばれるワセルアを巧みに操り、ティップのわずかな当たりを捉えるスリリングなゲーム。エギングのスペシャリスト、富所淳さん。ライトゲーム全般に精通しているが、ティップエギングの魅力をこう語る。当たりを取るっていうところですね。もう本当に穂先にちょんってこう出るっていう、でそれを自分でかけていくっていう釣りですね。基本的に1対1でこう対峙できるっていう部分と、でそれを水中をイメージしながら今のタイミングで抱かせるとかっていう、まあ、こういうところがですね、やっぱりこう楽しいところでもありますね。今回舞台となるのは、富所さんが住む関東のお膝元、東京湾と相模湾。春の関東でティップエギングを存分に満喫する。国際貿易都市として発展した神奈川県横浜市。暖かさが増してきた4月上旬、富所さんは出船場所を訪れた。アオリイカは1年で一生を終える年魚。今はどのような水深でどのようなサイズが釣れるのだろうか。本当に暖かくなって、もう昼間はもう T シャツでいいかなっていうような時期になってくると、完全にもう浅場の方にイカが移動するんですけど、今はまだ深場から浅場に移動しようかな、どうかなというような感じの時期ですね。サイズはですね、産卵をするときに一番大きくなっていたいので、春はですね 800g 前後ぐらいのメス、オスではだいたい 2kg 超えって言われるようなサイズになってきます。場合によっては2キロほどの大型も夢ではない。胸に希望を抱き釣り場へ向かう。そして1時間半ほどでポイントに到着。水深はおよそ25メートルからスタート。そしたらですね、スタートしてみたいと思います。エギが、S2 35グラムぐらいですね。でロッドが6フィート10インチの竿、 L タイプ一番柔らかいのを使ってます。でリールが C の3000番で、 P ラインが今 0.45 で、リーダーが今 1.75 ですね。ロッドの硬さは釣り人の好みにもよるが、東京湾は潮流が速いことが多いので、エギの潮なじみが良い柔らかめを選択した。この釣りはエギを着底させたら数回しゃくり上げた後、竿先を止め数秒当たりを待つというのが誘いの基本。船の流し方は風任せ、潮任せにするドテラ流しで行う。どのようなイメージで釣りをしていけば良いのだろうか。ラインはですね、まっすぐ前の方にどん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 出ていきます。なので何もしないとエギと船がどんどん離れていくことになるので、その場合はですね、しゃくって当たりを待ちます。でここでもしイカが抱かなければもう一回落とし直しますってやるんですけど、今すごい潮が速いのでどん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 出てってしまいます。で船とエギが離れてしまうので、そうするとね、だん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 当たりも取りにくくなりますし、エギがそこについたのが分かんなくなったりするので、回収してぐーっと回収してまた船べりに落としてあげる。船はポイントをずっとこのままこうやって流れていきますので、どん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 足元が新しいポイントになってきます。こんな風な釣り方になりますね。で今27メーター、ちょっとね背の上を通過した感じですね。めちゃめちゃ潮速いなこれ。
S3 で一つ重たいやつですね。ちょっと重ためにします。この辺はですね、もう着底がちゃんと取れるかどうかっていうので釣りしなきゃいけないので、もうそこが取れなければ、もしくは取りにくければ、どん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 重くしていく。でこれが例えば風が止んできて潮が緩くなってきて、すぐそこも取れるよってなったら今度軽くしていくっていう感じですね。なのでポイントごとにどん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 エギを交換していくのは重要ですね。これ S4 一番重たいやつですね。これ 55g あります。刻々と変わる水深に加え、潮の速さを加味して次々とエギのウェイトを変化させる。この細やかな調整が釣りのポイントのようだ。やってることは単純です。ただしゃくって止めるだけ、ね、なんですけど、ただそのやってることが単純であるがゆえに、やることがないんじゃなくって、できることをどん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 エギを重さを変えたりとかね、していくということですね。果たして両系アオリイカは姿を見せてくれるだろうか。エギを巧みに操ることでアオリイカを泣かせるこの釣りで大事なのが、エギ自体の基本性能。どのような要素が求められるのだろうか。もうこれが一番多分おかっぱりね、陸から釣る釣りと違うところなんですけど、このエギがですね、専用エギを使います。これ何が違うかっていうと、やっぱり 30m とかこういう深いところで釣りをするときにですね、ゆっくりこうやって沈んでしまうと何をやってるかわからないんですね。なのでまずはそこですね、着底を分かるために、まっすぐこうやって落ちていくようなエギがなければいけません。でもう一つはですね、こうやってキュッと当たりを待つときにですね、平行もしくはちょっとぐらいお尻下がりでもいいんですけど、こういったですね、状況にちゃんとなるような、こうやってねブラーンとぶら下がったりとか、逆にこんなになったりとかではなくって、後ろからねアオリイカが来たときにちゃんと抱きやすいように、この後ろの面がちゃんと出るような、こういったこの2つの性能っていうのを、まあ、網羅してないとダメですね。はい、ちょっと待って、3メートル、はい、根のトップからスタートですね。東京湾の方から外に南へ抜けていく風なので、湾から湾の外に向かってこう風が今向いてるんですけど、潮の向きも下げ潮なんで同じように向こうに向かっている感じですね。なので今風と潮は同じ方向で流れていってるんですね。結構ね、反応もいろんな反応が出てますね。アオリイカ基本的にこの探検丸には映ってこないんで、そこにまあ、小魚だったり、まあ、それを追っかける魚だったりみたいなのがすごく反応がはっきり映ってますね。これがでもエギに執着しだすとちょっと厄介なんで、今んとこまだね魚のアタックはないんで、エギ交換しちゃいます。よし、よし、もうこれぐらいのスピードでどん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 エギ変えてっちゃいます。交換に時間を取られてると、その分ポイントがどん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 流れていきますから、船をね止めてる釣りだったらその場にいるんでちょっとぐらい時間かかってもいいんですけど、ポイントがどんどん動く釣りではこうやってエギを交換する時間一つも無駄になっちゃうんですよね。なんで今みたいにパッとスナップで交換した方がいいですね。チャンスは逃したくない。富所さんはボックス内のエギを重さ別に並べ、目的のウェイトを素早く取り出せるようにしている。それ以外の部分でも整理整頓をしっかりすることが釣りの効率化へとつながっているようだ。釣りを開始してしばらくは当たりがなかったが、ついに反応が現れ始める。
お、触った。なんだろうな。パーンって跳ね上げたけど。違ったかな。すげえ跳ね上げたけどな。アルはサイズがいいが、その代わり簡単に釣れるものではない。だからこそ一杯を釣り上げることに価値がある。なんとか喜びをかみしめたい。おった、来た。おお。はい、ちょっと可愛いサイズですけど来ましたね。500ぐらいかな。ちょっと春らしくないですけど、そのまま抜いちゃいますね。触腕ですね。やっぱちょっと活性低いんだろうな。よいしょ。500あるかないかぐらいですね。300ぐらいですかね。ちょっと春の産卵のイカとはちょっと違うかなって感じですけど、よいしょ。おー、よし。まあでもいい感じで一杯釣れたんで、ちょっと続けて頑張ってみましょう。サイズは小さかったが、姿を見られたことが素直に嬉しい。小さいあたりもしっかり取ることができたのは、遅いラインを使っているおかげでもある。ラインはですね、 0.45 から0.65 ぐらいを使っています。で、僕は今 0.45 ですね、使ってますけども、これはやっぱりあの強度がしっかりしているっていうのが一つ大前提としてありますね。細いメリットっていうのはすごく当たりが出やすくなるのと、あと水切れが良くなるので底取りがしやすくなるっていうメリットあります。昔は強度がないので、根掛かりしたらすぐ切れるとか、あとは大物がかかった時に切れるとかっていうことがあったので、あえて、使わなかったんですけども、ものすごく強度が強いラインが出たので、今は僕は今 0.45 を使ってます。いい潮が流れ始めたようで、最初の一杯を手にできた。このタイミングを大切にしたい。おっしゃー、はい、よし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 、はい、来たー。よし、よいしょ。よっしゃー。あ、これいいサイズですよ。よし、どういいサイズ。メスですね。うん、よいしょ。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。よいしょ。潮に乗ってたんでね、結構引きましたね。はい、ズーンときましたね。いやー、やりました。はい、ちょっとイカの活性が上がってきましたかね。連発しましたね。はい、どんどんいきますよ。サイズアップしておよそ 800g、 引き応え十分で満足いくやり取りを楽しめた。この調子でサイズを上げたい。富所さんの奮闘は続く。ゴロ釣りはひたすらしゃくりを続けなければいけないので、体力の消耗が激しい。それゆえ富所さんはロッドとリールはとにかく軽いものを使用している。例えば使ってるエギが、大体 30g 前後から 50g 前後ぐらいなんで、そんなに、ね、重たいものを扱う釣りではないんですけど、1日ずっと続けなきゃいけない釣りなんですよね。そうなると
タックルが重いっていうのはいいことは一つもないので、軽ければ軽いほどメリットは大きいと思います。軽ければ当たりも取りやすくなる。ただし富所さんが言う軽さは単なる重量の話ではないようだ。ただ軽いっていうんじゃなくて真の軽さっていう言い方をするんですけど、実際にこう釣りをした時に、おお軽いなみたいな、例えばこうしゃくる釣りであればしゃくりやすいなとかっていう風につながっていくっていうね。なんでやっぱバランスかな。日々進化するタックルを武器に次なる一杯を狙う。しゃあ来たー、ほら連発、ういよし、おおおおお、よし一緒ぐらいかな、ゴー。結構やっぱ潮がいってるからか結構重く感じるんだよな。よし楽しい、よいしょ、あでもいいとこかかってる、よし、あまたメスだ、やっぱメスだ、よいしょ、さっきよりでかいかな、はい、はい、じゃあお願いします、よいしょ、ありがとうございます、ふいし、おお、さっきより大きい、おー、ふいし、来ましたね。そんなにロングステイではなかったですけど、もういい感じのあたりで一発で乗るだって感じですね。いやーなんかね、やっぱりメスですけど重みがあって、やっぱちょっと塩がねギューッと噛み込んでる感じがあるんでね、やっぱちょうどいいんでしょうねこれね。やりました、ほんと連発です。1キロ近いアオリイカを2杯出したところで東京湾の釣りは終了。いい潮が流れるタイミングに合えばさらなるサイズも狙えるポテンシャルを持っていることは実感できた。富所さんの釣りの舞台は東京湾から相模湾に移る。4月上旬富所さんは茅ヶ崎漁港を訪れた。潮の速さでいうと東京湾なんかの方がやっぱり狭くなってる分すごく激流になることが多いんですけど、相模湾は、まあ、速いって言っても比較的釣りはしやすいような感じですね。あとどんぶかになるっていうよりはなだらかにゆっくりこうだらっとした地形が続いているので、まあエギの交換もですねそんなにこう頻繁にやらなくてもだいたいこう似たような水深で釣りができるポイントになってますね。地形の違いから東京湾とは少し違った展開が楽しめるようだ。釣り場は港から10分ほどの近場からスタート。どうぞ。はい、よし、そしたら始めたいと思います。今水深が27メートルですね。まずは行ってみましょう。結構うねりがあるので一番柔らかい、610の L っていう柔らかい竿を使ってます。今ねこれ 1m ぐらいですかね、うねりで持ち上がって落ちてって感じなんで、こういう時はやっぱりちょっと長めの竿があると楽ですね。どうしてもこううねりを殺してあげなきゃいけないので、うねりに身を任せてしまうとエギが水平にならずアオリイカが抱きにくいので、ロッドや体全身を使い穂先の位置がぶれないように注意する。今日南の風が強くてバーンと風が上がってくる予報なんですけど、まだそうでもないので一つ S3 の軽いやつにしてみます。今23メーターに上がってきました。背の上を今通してる感じですね。
ここも大体一つの背を乗り越えるような感じで、背の下から上に行ってもう一回下に降りるっていう感じだと思います。で、背を一つ一つこうやっていく感じですね。で、やっぱり探検丸とかがあると今どんなとこを流してるかっていうのがすごくよくわかるので、絶対あるといいですね。水深や潮の速さを考慮し、積極的にエギのウェイトを変えていく。今27、8メーターぐらいですね。で、そこで今 S2 っていうやつなんですけど、全然余裕ですね。今21メーターまで上がりました。一気に駆け上がってきました。相模湾は本当に潮がそんなに速くないんで、釣りがしやすくていいですね。しゃあ、来た。はい、うっ、うし、まあまあサイズですけど、うっしょ、おー、まだドラグを出すほどじゃないですけど、あ、これ抜いちゃいます。はい、あ、いいとこかかってますね。よいしょ、はい、来ました、一発目。まあ浅間詰めの、まあちょっと可愛いサイズですけどね、いい一杯ですね。これ多分産卵絡みですね。こうやって傷だらけになってオスがこうね結構攻撃してくるんで、この相方ですよね、相方を釣りたいんでね、頑張っていきましょう。はい、この調子で行きたいが、徐々に風が強くなり、これまでやってきたドテラ流しが難しくなってきた。そこでスパンカーを立てた流し方に切り替えることに。釣り方にどのような変化があるのだろうか。今波がねこう来るんですけど、いわゆるドテラ流しではなくて、スパンカー流しっていう流し方になってます。潮であったりとか、あと風であったりとかっていう風に向かって船首を向ける、船の頭を向けてしまうんですね。例えばこういった風が強い時とか、船がどん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 流される時とか、あとはねお客さんが両舷に乗ってるっていう場合は、スパンカー流しをします。スパンカー流しの利点っていうのは、ポイントをまずゆっくり、流すことができる。あとは深場を探りやすいっていうメリットがありますね。こうやってラインを立てるので、例えば、重りが軽くても釣りになるっていう。船を立てると糸がずっとまっすぐになっていくので、潮が速くてもそれに船が乗っていけば、ある程度ね軽いエギでも釣りができてしまういう感じですね。あとは船を立ててる時は、見ていただいたら分かる通りしゃくる回数がそんなに多くないのと、そんなに僕激しくしゃくってないですよね。なんでかっていうと、糸はまっすぐ上がっていくので、しゃくった分だけ水深が上がります。ドテラの場合は糸が出てると横に向かってるので、いっぱいしゃくってもそんなに上がらないっていう現象も起きてきます。なので高さをある程度キープするだけであれば、縦の場合はしゃくりの回数をちょっと少なめでもいいと思います。流し方の変更に伴い釣り方も微調整。どちらの流しでも対応できるようにしておきたい。おー、白子イカっぽいけどな。おっしゃ、来たー。やっぱりイカいましたね。あーでも大したサイズじゃない。これも抜けちゃいますね。こんな感じで、船を立ててる場合はずっとポイントにとどまってるので、追い食いをさせやすいっていうメリットあります。どうしてもドテラでスピードが速いとどん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 流れてっちゃって、さっきのイカがあってなることも多いんでね。いやー、これはちょっと産卵絡みではないんですけどね。よいしょー、はい、来ました。こいつがちょっとちょっかい出してますかね。やりました。はい、
こんな感じでちょっと遠くにいるときはしっかりしゃくってあげる。おっしゃー来たー、こんな感じですね。おーおー、そう、これもまだキロはないですね。まあでもいいサイズです。よいしょ、500ぐらいかな、600ぐらいですね。いいサイズのコイカですね。しゃくり上げたので来ましたね。重たい今ちょうどしゃくってカーブフォールさせてくるときにパパンって来たんですけど、結構ねしゃくり上げてたんですけどね、アグレッシブなコイカでしたね。釣れたのはアオリイカを狙った時によく釣れるコウイカ。ターゲットとは違ったが連続ヒットでいい雰囲気。ちょっとね予報通り風が南から沖からどん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 入ってきて、今うねりがですね一番大きい時で2メーターぐらいまでうねってますね。今ねちょっとエギを変えます。ちょっと重ため S4。 ちょっとアンカー効果を期待してこう船の揺れをね吸収させるために下は重くで竿は柔らかくですね。なんでちょっとぐらいこう船が揺れても竿が柔らかさで吸収してエギはあんまり動かないって感じですね。軽いとどうしても竿の動きにめちゃくちゃ反応しちゃうんで、こうやって止めた後ですね、ピュッて止めてエギを安定させるって感じですね。違うかな。で落としていく時も注意して見た方がいいですね。丸いかな。当たりがあった。なるべくエギが安定するように丁寧に誘う。すると、よっしゃー乗ったー。3回目で乗りましたね。だいぶ遊ばれましたね。よっしゃー、まあ大したサイズじゃないんですけど。やっぱりねちょっと船がバタバタしてるんでエギが安定してないんでしょうね。さてさて何が来た。コウイカっぽくはないけどな。あやっぱりアオリだ、アオリだ。ほらほら遊ばれてたんですよ。よっしゃーほら先っちょかかってるでしょ。ねえもう一つ大きいやつに来てほしいということで頑張ります。ヒット数は多いので粘れば量刑が出るかもしれない。終了時間まで諦めずにしゃくり続ける。また同じぐらいかな。コウイカで最初は結構いい引きしてくれましたけど、途中からなんか重たくなってこれ怪しいぞと思ったらコウイカでした。まあね、こういう状況なんで一杯ずつどん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 取っていきます。はい、そっとドンと一発来てほしいですね。おっしゃー、よっしゃー来たーよし、うい、結構ねもううねりがひどくて
回ぐらいはね平気で上下してるんですけど、ちょっとね重ための演技でステイさせて、いっぱいですね。もうこういうイカが一番嬉しいかもしれない。まあやっぱ大きいの釣りたいですけど、よし、よいしょ、はい、ありがとうございます。はい、すいません、よいしょ、やりました。まあちょっとねキロアップとはいかないですけど、この状況でね取れる一杯は嬉しい。厳しい状況だったが多くのアオリイカと出会えたことを喜び釣りを終えた。繊細なアタリを捉えるティップエイギング、両系アオリイカは一筋縄ではいかない。限られたチャンスをものにするため、さまざまなフィールドに赴き、思考を巡らせながら技を磨く。そして重量感あるアオリイカとのスリリングな駆け引きを楽しもう。